というわけで、つばさチャンネルの新田つばさです。よろしくお願いいたします。はい。えー、私、めでたく30歳を迎えまして、えー、前々回の動画でしょうか、タクトの話のところなんですが、スタッフさんから、ま、あの、一三30歳として、つばさくんの意見を言ったらどうだ、みたいな。まあ、あ K の、K、K じゃない。例の件ですね。はい。ま、あの、いきいきさんとのやりとりの話ではあるんですが、まあ、あち30歳としての意見っていうことを、 言言うべきじゃないかと言われたんで今回は1、一三30歳としての意見を言っていこうかなと。あーでまぁ、あ、私ですね、30歳を迎えましたんで、少しばかり落ち着いた声色でさせていただこうかと思っておりますが、まぁ、あ、結構今回、翼チャンネル、まぁ、あ、僕は翼チャンネルメンバーなんですけども、とはいえなんか若干部外者みたいなところがあるんで、まぁ、あ、第三者の、第三者の一三30歳の意見として聞いていただければと思うんですが。 まあ、時系列とかに関しては、他の動画で分かっていただければと思いますんで、まあ、気になったツイートをペペペペッとえ喋っていこうかなと思うんですが、ままず一番最初ですね、僕たちが動画を出しまして、それについて、いきいきさんがしたツイートなんですけども、まあ、なんか、タクトカイ1の再生数を叩き出している有名な翼チャンネルさんと、まあ、この一文ですね。はい。まあ、明らかに皮肉だろうということは分かるんですよね。もちろん、タクトカイ1の再生数を叩き出してもいませんし、全然有名ではないと。 えー、あるんですが、まあ、こういう皮肉をしているということは、えー、こちらに対して、まあ、ある程度悪意もありますし攻撃もしていると思うんですが、えー、後々ですね、えー、どの程度だか分かりませんが団長と生き,生きさんでお互いで理由もしなさいよと言われた時にネタにされて怖いんだからできるわけないでしょうと。 え、いうふうに言ったんですが、おそらくですが、えー、本当に怖いと思っている方というものは、こういう書き方をしないのではないのかなと、1、30歳としては思うんですね。うん。まあ、仮にこのフリーダムが不正と言わて震えてるとか、えー、私にまで来ちゃって怖いな、みたいなことであれば、まあまだわかるかなと思うんですが、ねえ、タクトかイ1の再生数を叩き出している有名な翼チャンネルさん、うん、これは怖かったらきっと出てこないでしょう。もしくは、えー、本当に怖いと思って、このコメントというか、発言ですね、できたのであれば、 確かなんですがイキイキさんのところには、えー、タクトの配信者さんがいらっしゃったと思うんですけどもこの方のことを実は存じ上げていないのでしょうかもしくはこの方のことを、まあ、タクト界の再生数タクトの再生数とは認めていないのかはたまた有名とも思っていないのかということがあるのかもしれませんね。 そうであれば一緒のギルメンかわいそうだななんて思いましたけどもまあこれは皮肉だと思いまますね、まあ、でまあその後もそうなんですがまあ団長に対して結構当たりが強いんですよね。まあ、ここに関してなんですけどもね。うん。まあ、盛り上がってまいりました。まあこの前にもちょちょやりとりありましたが。でまあサバーカも違いますけどみたいな感じで団長のことをこう。 正義か振りかざす男女素敵やんみたいな。まあ、だからこの方はこう皮肉めいた言い方が好きなんだろうということはわかるんですが、ね、え盛り上がってまいりましたと。ああ、煽るような感じをしていると僕は受けますが。うん この中でね、何でしたかね、えっ、ー、と、自分でもリツイートをしていたと思うんですが、えー、んだっけなーうーん。ああ、そうですね。私ができるのはここまで何もしていないち一時突っ込ませんな、まあとにかく団長に対しての絡みがなかなか強いんですが、うん。まあ、きっと団長のことは怖くなかったんでしょうね。はい。まあ、翼チャンネル、引いてはスタッフさんについては怖いと思ってるから、何も直接では言えないけれど、団長については自分たちの関係性とかもあって、まあ、言いたいことが言えるということなんでしょうか。まあ 要は相手を選んで、えー、言う人には言う言わない人には言わないというふうにしているんでしょうね。きっとおそらく1、30歳の考えではなんですが。うん。まあ別にいいんですけども。えー、ただまあ,あの怖いけれども皮肉は言うぜみたいな。ちょっと影から軽くジャブを打ってみたいなことなんでしょうか。はい。まあここまでの段階だとそういうことを思ったりもするんですが。で、その後ですね、まあ、結局団長とのやりとりでもなんやかんやうまいこといかず、で、団長がえ裏で愚痴っていたものが流出したと。 に対して、えー、すごく、まあ、お怒りなんでしょうかわかりませんが、えー、まあ、絵文字まで使って裏でこそこそやってんのと、若干ここ気になりましたんですが、うん、絵文字を使うのは良くないのかもしれませんね。えー、まあ、この方がいつも使ってるものはきっといいんでしょうから、こう、真面目な会話とかをしてるときに絵文字を使われるのが腹立たしいんですかね。もしかしたらそうかもしれません。ただですよ。 絵文字を使っていることに対して怒っている、これについて少しばかり思うんですが、まあ、ちょっと時系列飛びまして、弾丸ン全員のことを誹謗中傷いたしました、アット、AT さんかな、えー、という方がいるんですが、まあ、この方がですね、あのー、結局首になるんじゃないかならないんじゃないかみたいな、あまあそんな話があったんですけれども、それに対して、 えー、結局ですねご質問ありがとうございます本人は反省しておりますので今回は激辛カレーの系で済みました済まし,ましたというツイートがあるんですねはいまああのー、いやいやっていうツッコミはあるという前提なんですが、まあ、めちゃめちゃ絵文字を使っているわけですようんこれに関してまああの段々とは関係ないところからのなんですかね、えー、質問ではあったとはいえ 結構真面目な文だと思うんですね。今回って。えー、人を傷つけたから自分のメンバー変わって、えー、私が謝罪いたしますみたいな。に対して昔首にするって言ってるのが首にしなきゃいけないんじゃないですかっていうコメントに対して、まあ、返答。まあ、最悪、えー、なんですかね。まあ、こちらからすると、別にまあ、首やせずにカレーで済ませましたということに関してだけであれば、まあ、最悪ねと思うんですが。あー絵文字使ってるなと思いまして。えー、うん。どうなんでしょうね。 すごくどうでもいいことなんですけども。 うん、僕個人としてはあ一30歳としては別に絵文字を使おうが使う前いが関係はないんですけれども、まあ、この方が裏で、えー、絵文字を使ってこそこそみたいな、まあ、絵文字を使っていることに関して結構ね、あのー、お怒りでしたので真面目な話の時に絵文字を使うっていうのはよくないんじゃないかなと勝手に思ったんですがねどうなんでしょうか一、はいまあ、30歳としては、えー、旗から見たらそうなんじゃないかなと思いましたよね、まあ、もちろんクビにしねえのかよっていうツッコミがあるのは大前提ですね、はい と、ま、1、30歳としてはこのようなことをたくさん思ったんですが、やはりですね、まあ、一番最初に結構、えー、生き生きと煽っていらっしゃったということがですね、非常に私の中では、ま、引っかかっておりまして、まあ、1、30歳としては、ええまあ、の皮肉から始まり、再生数伸ばしてあげてとか、自列体からこっちから宣伝してあげただとか、あとま、チャンネル登録もしましたみたいな、コメントがどっかにあったりはしたんですが、まあ、そういうことがあっての最終的には、こんにんネタにしないでくださいとね。 え、<laughs> はい。ね、っていうことですね。まあもう、うん、1、30歳としてはその辺が、えー、果たしてという感じではありました。とですね、これは確か、えー、団長への DM だとか、スタッフさんへの DM で言っていたことだと思うんですけども、まああの、僕たちの動画が不快だから、えー、下げてくれ。 消してくれというのが基本的に一番最初のイキイキさんのなんていうんですかね、えー、スタイルだったわけですけどもこれまあの視聴者が不快であるゆえに動画を消せということがまかり通るのであればなのですが、まあ、うちの動画というかチャンネルですねスタッフさんなんですが、まあ、あの本当にとある動画がもう腹立たしくて仕方ないと見たくもないというような意見たくさん言ってるんですがこれはもしかして お願いすれば、ギルマス様にお願いすれば消していただくことが可能ということなんでしょうか。ということをちょっとですね、あ、まあ、もちろん僕がというわけではないんですが、ね、スタッフさんが、うん、もう嫌だと、ヘドが出ると言ってる動画ですから、えー、そんな動画を消してくれと、まあ、どこかのギルドに所属しているんであれば、うん、そこのギルマスにお願いすることが可能ということなん。 でしょうかねということが、130歳としては最後に気になった点ですかねどうなんでしょうかはい。というような感じで、本日は130歳として、今回の動画、えー、今回の動画、このような感じで、えー、意見を述べさせていただきました。という動画でございます。またですね、えー、次回の火曜日にも引き続きいろんなネタを取り扱っていくと思いますので、ぜひお楽しみいただければ幸いです。ではどうもありがとうございました。 翼パサチャンネル、チャンネル登録してくれよなな、チャンネル登録してくれよなな。な